おっしゃ、でかい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 。第2回目ですね。そうですね。いかがですか。今日はなんかもうそろそろ緊急事態宣言が出るとかってことなんで、はい、早めに決めちゃっときたいなと思うんですけど、はい、まあ再殺できないんで、はい、出ちゃったらね。一応今日サクッといいやつを 2,3 本あげといて、はい、それを何回かに分けて服着替えて、はい、あのまあ、いつも釣り子 TV でやってるやつですよね。一日なのに何回も服着替えて何日か行ったみたいな感じにするっていうのをちょっと、まあ、今日まとめて撮りたいなと思って。まあ、よく言われます、ね、そうですね、あのトーク番組とかの3本撮りみたいなやつですね。何回釣り行ってんですかって、大概あの実は1回なんですけど。そうですね、週に 4,5 回行ってるんですけど、あれよく見てもらうと空の色と太陽の色と植物全部一緒なんで、はい、まあそんな釣り子 TV の種明かしでした。ありがとうございます。はい、今日の抱負とか一切言ってない。そうですね。釣り子 TV の秘密中心でいきます。、うん、いやどうしようかな、本当悩ますね、うん、でも朝のこの穏やかな幸せな感じの時に穏やかな時釣りをな。そんな寒くないですね。始まったら。まあ夕方だよね。風ですか。夕方というか3時ぐらいじゃない。はい。よーってね。完全に当たった今。完全に当たった今。どんな、ちょっと待って。完全に当たった今。どんなバイトだったんですか。あ、ライオンだ。今多分呼吸したと思う。多分いや、ドゥンドゥンちょっと。ライオンだと思うな。呼吸したっぽかったな。こうやってパンパンパンスーパパパンスーパドゥンドゥン。完全にパスパスしてた。一周いいな。キャバを完全に来たと思った今。来てたんですよね。いや今のこれならかかるって思って完全に確信を持って合わせたんだけど、全然何のあれもなく抜けたな。キャバを。うわーマジかマジか、今もらったと思ったよ。あるっすね。やっぱりちゃんと出てたからな。くそーマジか。このタイミングでワンバイトありがたいですね。うん。ああ、噛まれてる、ここ。ケツ、ここだけ行かれてんだ、多分。ここに噛み跡がある。へぇ。だから、それこそ、そういう時期ですよ。いやー、今持ち上げて落としたタイミングだったからな。噛
完全に嘘だと思うよ。完全に掴んだ感じだわ。うん、だからこのスラックに対して当たりが出たから、はい、引っ張ってる時だったら木の可能性があるじゃん。ノーシンカーで打てるんだったらちゃんとノーシンカーやった方がいいな。でもこの風だからさ、ちゃんと重さがあるやつがいいかなと思ってこれにしたんだけど、マジでもういないのかなこれ。いやーでも夕まずめとか投げた瞬間にもう一度、いやマジで、あ、なんか当たったなと思った後にもう一回来たから完全に魚だと。ああ、まあいいや、なんかあるんだな一応。ありそうです、ね、もう今日これしかできないよ。カモンスキャットの針なんかそれこそあの田中が教えてくれたブルーフラッグに使うさ、ねじり込みのやつがいいかなと思ってたんだけど、あまあでもこれでかかんないな、針のせいじゃねえんだよな。まあ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 時期のせいなんだよな。うん、針じゃねえんだよ。うわー、ワンバイト、しかもそのボリューム感吸い込みに来てんだからちっちゃからですね。なるほどね、35分からですね。ああ、もらったと思った。来たらいいってもんじゃないからな、春はな。おっしゃ、あ、まれた。なんで？パスだった。パスだった。なんで？うわ。うわパスだった、見た、ちっちゃかった。でも口の中でスポッと入ってたんですね、張り先が出なかった。なんで今完全にこんなに乗ってきたのに、ね、もう竿壊れてる掴んでますね、完全に来ましたね。来た山田さん、ついに。いや思ったより相手の重量感がなかった。うん、でもパターンですね、場所と。なんかなんかやりきれますね、逃げ食いだな。ほぼほぼ逃げ食いだな、これ。この短時間でこの構築は、ちょっとどうしよう、ちょっとどうしよう、大変なもの見せられた、大変なプレイを見せられた。バスだったな、白かった完全にですね。え、カバスキャットやろうか。あ、なんか違うのでやるならいいけど、カバ、あ、あるよカバ、一本借りていいですか、うん、なんかって機械で今ではこうかな、カバースキャットだけど俺いっぱい持ってるけど全然琵琶湖行かないから、はい、減らないの。チンコチンコ、それこそピンクとかねえんだよな。カバースキャット今なんか着水して最初のフォールでドゥン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 って向こうに持ってっちゃったからね。はい、カバースキャット、くそー、だとしたらもっといい色持ってくれよかったな、いっぱいあるんだよね。琵琶湖の人たちが羨ましいぐらい持ってるから針何番でやってるんですか。あれをつけるやつあんじゃん、あのなんだっけ、ブルブラとの針あんじゃん、はい、あれの50、まあでもね、なんか違うの試してみてよ、はいはい、針が合わないかもしれないからさ、はいはい、うん、ただ50より小さいことはないよ多分、40とかはないと思う、はい、ブラックスワンとかより全然前だ。すごい体当たりしてる、ね。あ、そうなんだ。超面白い。おっしゃ。いや違う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 。違くねえかもしれないな。違かったらそんなことない。これおかしくねえかおい。おお。違ったらそういうことにはならないです、ね。おお。杭も立ってるし。いいバイトチャンス。次はマジで
このネジネジが抜けないからね、これ。抜けないですよ、それ。抜けないです。いやこれ、ブルグラットで結構雑に引っ張っても抜けないからね。ちょっとこれもう、針考えないとダメだ。ちょっと待って、どんな感じだったんですか、今。落ちなかった。いや、この杭に投げた。落ちなかった。落ちなくて、あれって外れないっすよ。うるさい、バカ、うんち。バカ、うんち。捉えてんなぁ、捉えてんだよなぁ。いやだから前もあったじゃん、5倍と6倍とあんのにかかんねえってさ。あんなんだよ、夕休めまでなんかワンチャンありそうっすね、このペース。そう、間違えてなんか勝てこねえかなこれね。そうなんだよ、これね。あと言ってルアー変えると当たり出る。そうなんだよ、ね、そう、ルアー変えちゃダメなん、絶対に。なんかさ、いい感じの 5-0 がねえんだよな。ちょっと、いや、ちょっと待って、これガマカツとかの 5-0 とかの方がいいのかな。何の 5-0 を使うんだろうな、琵琶湖の人たちは。とりあえず釣り具屋に行きたいですよ。何買おう。この感触のまま釣り具屋に行きたいです。すげえわかる、それはわかる。 5-0 を、それはすごいわかる。無駄に 5-0 いっぱい買っちゃうパターンすごいわかる。家にある。なんかとな、この間行って、俺も釣り具屋で小物とかマジ買わないからって言った、はい、帰りに1万2000円分小物買ってたから俺、それでマジで怖えなと気が狂ってるとしか思えない。最近スーさんにマジで怒られる。山さんマジで本当やめた方がいいって。山さん本当それ持ってるって、山さん買ってる見たことあるっすよとか、ずっとスーさんに怒られる。うるさい、買わせてくれ、買わせろって、もうシャンプー中のやつみたいな。買わせてくれよ、頼むよって。いや絶対持ってますって、これ俺見たことあるもん、山さんこれ買ってんの。いや、やめた方がいいっすって。うるせえ、話せみたいな。すごかった時はリールでやってんのって言われた。多分ルアーでやってんのって言う意味だと思うんだけど、おばちゃん的にリールでやってんのって言うから、そうですって。そう、リールの人は結構みんな釣ってくるんだけどねって。リールでやってるよ、一応。俺はリールでやってるよ。田中はちょっと違うからな、ちょっとスタンスがな、みんなと違うけど、こだわってるけどね。リールじゃない人もいるのかな、マジか。ライグの股間釣りの人もいます。そうだね、しょうがないよね。おっしゃ、おっしゃ、でかい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 でかくはないけど、でかいでかいでかい。はい、あー大丈夫、ゆっくりで大丈夫だ。ゆっくり行きます。落ち着いて大丈夫。でかいっすよ。じゃあでかい、まあ、雷魚のポカン釣りの人もいますからね。うん、よっしゃ、よっしゃ、でかい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 、でかいでかいでかい。はい、あー、危ない。ゆっくり行きます。でかい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 、でかいっすよ。
やーい、キャノン、よいしょ、よいしょ、キャーキャー、よいしょ、どりゃ、やりました。いや、でかいっすよ。でかくない。やりました。ルアなんすか。カバースキャットです。うわー、釣れるんすね。うわー、太い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 。4倍飛べでやって1匹釣れた。いやー、キロは超えてますね。4倍。いやー、なんかそうでもないけど、十分ですよ。いや、十分ですよ。十分ですよ。はい。ここが違うよね。せっぱりですね。ここが違う。ありがとうございます。ありがとうございます。重い。なんか質量が。牛久バスですね。いや、さ、タックルを教えてもらいますか。はい。これです。桜ベビーかな、3.5 です。50番の針で、50で、ノーシンカーで、ノーシンカーで、 P が 1.5 で、飯田が黒の5号、はい、20本。あとはなんかこんな感じです。ワイルドサイドの 6.M と SLX2P です。ビビりました。はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。なんとかね、今日は魚を触ることができました。42センチくらいかな。サイズは測んなかったですけど。カバースキャットってことですよね。そうですね、カバースキャットで、まあカバーに投げるタイプの使い方ですけど、ノーシンカーで。やっぱり今日爆風だったから、あの重さが肝になったって感じ。そうですね、まあなんか際まで入れられないとちょっとダメそうな感じもあって、なるべく比重が高いものでって形で探したらカバースキャット出てきたんで、はい、本当は RC エビちゃんとか、はい、パッドイカとかでもいいと思うんですけど、まあ一番重いやつでって感じでやったら、バイトは6回あって、そのうち3回がガボツのあたり。ガボツだったんですか。その3回はガボツで、3回がラージで、あの釣り上げたの、あれ映ってなかった、映ってなかった。いや、あのこういうあたりがあって、ちょっと今日は手が生えてるやつが多分2回と、生えてないやつが1回ガボツのあたりがあって、難しいんだよね、あの手で最初にこう持っていくときに。釣り上げたのはあれ、釣り上げたのはラージですね。ラージ、あれは普通のラージですね。ちょっと狙ってるやつとは違う個体なんですけど、ガボッツだったら握手できるっていうことでいいんですよね。リリースの時に、はい、うん、こうやって握手ができるんですね。いやー、ガボッツ見れるかもしれないチャンスだったんですね。でもまあ、でもここはね、5月6月はガボッツですごい良くなってくるんで、はい、あ、年間8回産卵するんで、だいたいずっといつもポストスポーンかプリスポーンかを繰り返してる状態ですね、ガモツが。そう、あ、まあ、プリ、ポスト、アフターっていうのを年間8回行うんで。じゃあガモツ釣ってみたいっていう人は、あの牛久沼。そうですね、牛久とインバにしかいないんで、はい、はい、それ以外にもちょっといるのかな。いやー、ね、なかなか。なんかこの間のね、動画でだいぶ反響があって、釣り具屋さんに行くと、ガモツ釣れましたかなんて言うんですけど、いや、そんな簡単じゃないですよ、こっちも真剣なんで。いや、なんかあんな遊び半分で釣れないから、はあ、うん、まあ、今日はね、残念なことでラージしか釣れなかったんですけど、はあ、まあ十分ね、牛久で釣れるラージはもう十分嬉しいですから。ヤマ、はあ、さん、はあ、もう帰ってもいいですか。まだ帰れない、ここから3時間ぐらい祝勝会があるんで。吉野家さんで、吉野家さんで、はあ、はい、もう帰らせない、はあ、はあ、ありがたいお話、あと3時間ぐらい続くんで。ありがとうございます、はい、いやー、何にしてもちょっとすごい。そうですね、完全にもう真後ろでやってて、若干ルアーがずれてるだけで、俺ほんとワンバイトもないですし、あ、そうですね、よもろさん、まあラインが違った、まあ、ロットももちろん違ったっていう、うん、そういうちょっとしたタックルの違いとか。そうですね、今日はなんか釣りがきっちり入れないとダメな日でした。まあ、そんな時はまあ P ラインですってちゃんと落としていく。そうですね、そうじゃない時はもうちょっとラフな感じで。でまあね、もともと糸は太い方がここは安心なんで、はい、
そうですね、16とか20とかでもいいと思うんですけど、はい、うん、あんだけの比重があるもんなんで、はい、まあ、一応今日風が強かったんでそういうタックルでした、はい、はい、じゃあ次回またそうですね、ガボツ狙ってまた頑張りますんで、はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。